スニッカーズアイスクリームバーの紹介です。これは何年ぶりに食べるのかな。多分7年ぶりに食べますね。それ以来食べてませんね。これ高くてね。はい。で後ろは、ミニスニッカーズのアイスクリームバーとアイスクリーム、スニッカーズのコーン、そしてツイックスっていうチョコレートの、アイスもあるんですね。アイスクリームバー。それでは開けてみたいと思います。すいません、ちょっと弟と兄がいるので。なんだ、もっと大きかった感じがするのに、ちっちゃいな。これスニッカーズだ。これ大好きなんですよね。お母さんも大好き。お菓子と同じですね。ミカロさん、変わりませんね。うん、やっぱり美味しいですね、これ。食べかけですいませんですけど、中にピーナッツとキャラメルが入ってますね。それで中には、アイスクリームが入ってます。今日の動画は、スニッカーズアイスクリームバーの紹介でした。Facebook、Skype、友達になりたかったら言ってください。Twitter もフォローお願いします。そして登録も忘れずに。今日はここまでです。じゃあね。